まあオリンピックもすごいけど、まあ、スケーターとかそのやってる人にとったらオリンピックぐらい X ゲームは大きい大会だと思います。招待されないと出れない大会なので来たらめっちゃ嬉しいなんか初めての X ゲームでなんか空気も全然違って、なんかライブ配信もするから、あの自分の順番の前に結構待たないといけない時間があったりとか、でも英語だから全然わからなくて、それでなんかめっちゃ緊張して2本ミスったけど3本目なんとか乗って銅メダルだったんですけど、だから X ゲームはなんか緊張する大会っていうイメージがありますね、オリンピックより。今はなんか全然滑れてないからわからへんけど、まあでも体整えて、まあ、しっかり自分のやりたいことを出せるように頑張りたいです。あの写真見ながら、あの X ゲームの会場の写真を見ながらルーティンを考えてるって感じですねまあでも滑ってないからそれの通りに行くかもわからないし、秒数も測れないのでどうなるかちょっと滑ってみないとわからないんですけど、ファイナルの日が23日なんですけど、それがお母さんの誕生日なのでちょっと頑張って金メダル取れるように、かけてあげれるように頑張ります。なんかオリンピックで金メダル取ったからもうなんかお母さん満足してて、もうなんかいいよみたいなまあでも自分が金メダル取りたいから取れればいいかなって思ってます。まあでも一番はいつもお母さんと言ってるんですけど、怪我なく終わることなので、結果よりも怪我しないように終われることをお母さんは祈ってます夢どうやろう、まあ、プロデッキも出たのでとりあえずこの X ゲームで自分のモデルで日本開催初で金メダルを取ることが夢です自分の全力を出し切って結果が金メダル取れるように頑張りたいです。